何これ、おじいちゃんが便所に落ちてしまう。何が、何の話。おいしいな。おいしいな。おいしいな。この時間でできるかな、30回も。40回きついか、通信がね、やっぱ良くない。超腹減った。俺もなんかあのチキン食うか。よいしょ。ネット切れんのかな、ダブルで。クワタポー、あ、これ食うか。あ、でもこの唐揚げ食おう、いろいろ食うもん。腹減った。うん、まもしかしたら昨日さ、テレワークでなんか言ってたじゃん。あの覚えて。音声多分こっちでやってたかもしれない。バグったんかな。あれ以降普通にあっちの方で入って聞こえたみたいだけど。部屋帰ろって武器。だから慌てて行ったんじゃねえの、付け足して。
んなんで。あっ出たよね。地獄はすげえ真っ当なことをめっちゃ。大丈夫、僕最強だ。領域転移、無料禁止。の加護のもとに絆の国は闇を打ち払いし煩悩にまみれておるぞ。加護から嫌われて行き場がないからあんたに嫉妬してんだよ。それはあと回、いやうるさいってとかって言ったじゃん俺。それは聞こえてたみたい。共に生きる未来を私たちに叶えてみる。円卓の加護のもとに闇を打ち払え。導かん。そういう主義の人ってめんどくさいだけなんだけどね。自分で自分の首を絞めてるだけだから。ちょっとウケんだけど。あ、あ、そうですねって聞き流してるんだけど、俺面白いと内心。